皆さんこんにちは、朝和と申します。今日なんですけれども、急遽ですね、ペットショップに仕事帰りに立ち寄ってみて、こちらグルテンフリーの、ちょっと今まで見たことないペレット見つけたんで、ちょっと買ってきましたので、丸吉くん食べてもらって、で気に入ってくれるのかどうか、食べるのかどうかですね、見ていきたいと思います。ダビットグルメグルテンフリーメンテナンス7ヶ月以上の大人になったウサギさん用ですね。で、販売元がこちらですね、ドギーマンさんから出てます。じゃ早速開けてみますね。中身はこうですね、乾燥剤入りの 300g の個別包装が2つ入ってますね。合わせて 600g。 個別包装っていうのはやっぱり鮮度が保たれやすいんで、我が家は多頭飼いなんでそんなに気にしてないんですけど、やっぱり1羽だけ飼われてる飼い主さんは嬉しいと思いますよ、これ。はい、さあ食べるかな。食べない?おーい。あら、ちょっと食わず嫌いですね。珍しく食べないですね。はい、どうぞどうぞ。うん、あー、久々ですね、丸吉くんがこうやって食べなかったのですね。丸吉くん、ちょっと気に入らないか、これ。お腹がいっぱいなのかな。これチモシーの極みなんですけど、あ、お腹が空いてないわけじゃないですね。食べるんですね。はい、じゃあどうだろう、この勢いでパクッと食べるかい。ちょっとももちゃんとココカちゃんどうなのか見てみますね。さあ、お腹空いてそうですね。食べるかい。お、もう迷いもせずすぐ食べましたね。勢いだけで食べたんじゃなくて、2個目3個目も、あれ、ちょっとあんまり気に入らない。全然食べますね。普段は丸吉くんが一番もう何でも好き嫌いなく食べてくれるんですけど、ちょっと今回冒険して買ってみたのもあるんですけどね、丸吉くんは食べてくれると思ってたんですけど、よいしょ、あー、もう何個でも食べますね。うん、じゃあ小雪ちゃんとマロンちゃんどうなんだろうかな。はい、ただいま。さて、どうだい。お、食べた。あ、もう女の子たちはもう大好きですね、これ。うん、丸吉くんだけか。もっと欲しいね。
て。じゃあまあみんなが食べてるの見て丸吉くんも食べたくなったかな。さて丸吉くん、みんなが美味しそうに食べてたよ。はい、どうですか。美味しいよ、美味しいよ。ほら、女の子たちの手についた匂いが気になるだけですね。あら、ちょっとですね、気になってもう衝動買いしてきたグルテンフリーのペレットなんですけど、やっぱり丸吉くんだけのとお気に召さない、食べない、口に合わないのかな。一口も食べなかったですね。で、女の子たちですね、他の4羽は喜んでもう今も美味しそうに食べてます。何日間かこのペレットのこれですね、これの匂いに慣れたらもう普通にウサギの極みと同じようにもう美味しく食べてくれるようになるんじゃないかなと思います。ちょっとですね、他の丸吉くん以外のウサギさんたちは美味しそうに食べてくれるんで、他の、普段食べてるペレットも切らすことなく、ちょっと様子見ながら混ぜてあげてみたいと思います。それでは、本日もご視聴ありがとうございます。もしよければですね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。では、また他の動画でもお会いいたしましょう。さようなら。